皆様こんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、スーパーにお買い物行ったらめちゃくちゃ美味しそうなね、お刺身用のサーモンがありましたんで思わず買っちゃいました。最近ね、人気のサーモン、こちらを使ってお酒にもおご飯にもぴったりのめちゃくちゃ簡単で美味しいね、ユッケを作りたいと思います。ほんとね、調味料を合わせてサーモン混ぜるだけで簡単にすぐ作れちゃうんで、これマジおすすめ。一口食べるとね、思わずうまって言いたくなるぐらいおすすめなんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらお刺身用のサーモン1パック、だいたい 150g ぐらいですね。スーパーに行ったら美味しそうだったんで思わず買っちゃいました。はい、そしてこちら味付けの調味料、コチュジャン小さじ2杯、濃い口醤油小さじ2杯、お砂糖も小さじ2杯、ごま油が小さじ1杯。はい、続けてね、風味付けや食感が良くなるように、こちらチューブタイプのもので構いませんので、おろしニンニクをまあお好みで少し加えてください。そして刻みネギ、こちらもね、お好きな方はもうドカッと入れといてください。あと入りごまも適量使います。材料は以上です。まずはサーモンの方をお好みの食べやすい大きさに切っていきます。こちらね、皮の部分はもう丁寧に取り外してください。よっこいしょーっと。わー、美味しそうね。サーモンって最近人気ですよね。このとろけるような食感で、回転寿司なんかでもね、人気の食材です。はい、皮の方は丁寧に取り外します。あとはね、もうほんと食べやすい大きさで構いませんので、ジャジャっと切ってください。今回は気持ち厚めのスライスにしときましょうか。いや、美味しそう。サーモンお刺身で食べても美味しいですしね。いや、今回のね、このレシピ、ほんとお酒にも合うしね、もうご飯の上にドカッと乗っけて丼にしても美味しいんでね、ぜひ作ってみてください。よいしょ。はい、こんなもんで OK。 はい、お次は味付けのタレですね。ボウルなどを用意していただいて、先ほど用意した調味料すべて入れてください。はい、醤油、お砂糖、ごま油、コチュジャンね、こちらもしっかり入れておいてください。あの、ご家庭で作る場合はね、もうボウルに量りながら入れてくれたらいいですから、小分けにすると大変ですよ。はい、そしてもうね、ネギも入れときます。そしてチューブタイプのおろしニンニクも、まあお好みですけど 1-2cm たくさん入れるとね、風味が良くなってちょっとパンチが強くなります。あと入りごまですね。こちらももうバサッと適当に入れといてください。よう、こんなもん。まあニンニクとかネギとかごまはお好みで大丈夫です。はい、そしたらこちらね、しっかり混ぜ合わせて全体的になじましてください。砂糖がね、溶けてないと美味しくないので、しっかりと混ぜ合わせる。はい、これで OK。 これがマジで抜群にうまい。本当に美味しいね、ユッケダレ。こういろいろ使えてマジ便利です。はい、そしたら先ほど切っといたサーモンね、これ全て入れてください。よいしょ。あとはこちら優しくね、混ぜ合わせて、このユッケダレをサーモンに絡める感じ、全体的にね、馴染むようにしっかり絡めておいてください。はい、できた。これで OK。 はい、もうこのまますぐね、食べてもうまい、ご飯にのせてもうまいんですが、このタレを絡めた状態で味をしっかりなじませるとマジで抜群にうまくなるんで、このままね、冷蔵庫で30分ぐらい寝かして、しっかり味をなじませてください。そうするとやばいです。はい、こちら今30分ほどしっかり味をなじませた状態です。これがね、マジ抜群にうまくなってます。このままね、盛り付けていただいて食べたらもうお酒との相性抜群ですが、今日はちょっとお昼ご飯にしたいんで、ドカンとご飯を用意しましたんで、熱々ご飯にトッピングしてサーモンユッケ丼にします。
やこれマジ美味しいですからね。はい、サーモンね、もうお好みでたっぷりのしといてください。はい、美味しそう。やっぱね、ユッケ丼といえば真ん中を分けてあいつですよね、あいつ。はい、これ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 、卵黄をピョンとトッピング、もうこれだけで破壊力抜群、間違いなくうまい。はい、完成。どうですこのビジュアル、食欲そそりませんか。これマジでうまいサーモンユッケ丼なんでね、ぜひお試しください。それでは、今日もいただきます。もう間違いない、めちゃめちゃうまい、最高。でもユッケと卵黄ってマジ最強やな、これは止まらん。熱々ご飯との相性抜群ですわ、これやばい、ほんまうまいで。うん、ほんのりね、甘さの中にコチュジャンの刺激が効いて抜群にうまいです。いや本当ね、普通に食べてもおつまみとしてもね最高ですし、ご飯にのっけて食べてもマジでうまいです。うん、止まらん、これ一気にいけるわ、もう飲めそう。サーモン美味しいな。うん、もうニンニクの香りとごま油の香りがね、食欲を刺激して、暑くてねだるいなっていう時でもこれ思いっきりいけます。マジうまい。いやこれほんと一回試してほしいですわ、抜群に美味しいです。